どうも、ニューヨークです。お願いします、はい今回はだいぶ攻めた企画になっておりますので。何ですか？バビロン千葉、うん、いるじゃないですか。我々の後輩の一期下のバビロンというトリオの千葉恵、うん、あなた旅行にも連れてった、はい、嶋佐軍団と言っても過言ではない。まあまあ2回旅行行ってますからね、千葉とは。40でしたっけ、あいつ今年42とか気仙沼のお金持ちの息子、うん、バビロン千葉恵なんですけど、うん、もちろんあなたは知ってると思うんですけど、あのインスタグラムですごい頑張ってるんですよ。なんでおじさんというキャラクターで、はい、全然バズってないけどすごい数毎日上げてるんですよ、うん、でもうほんとすごいの今見たら。毎日やってるの。あの旅行行った時も撮ってたもん、わざわざ。俺一回も見たことないんだけどね。旅行行った時も撮ってたの、うん、毎日上げないといけないんだよ。いやだから貯めて撮っとけよ、その都度撮っとけよ、うん、そのなんでおじさんに関するクイズをやりたいなということでございまして、うん、携帯電話のなんでとかこう書いてくれてるんですよ、サムネ。梅雨のなんでとかで、まあ、一回見てみましょうか。携帯電話のなんでいきますね。じゃ あ、はい、携帯電話顔認証にしてるのにポケットの中で勝手に誰かに連絡してるのなんてたまにめちゃくちゃ偉い人に連絡してるよ。いいですね、こういうパッケージです。あ、面白いです。携帯電話なんとかかんとかで、なんとかなんのなんで、あ、そういう感じだったんですね。うん、面白いじゃないですか。バズってないんだ。もう一個ぐらい言っとく。うん、梅雨のなんで。え、多分ね、千葉がなんかね、的になぜなぜがすごい流行ったじゃない。あ、それ言っちゃう。だそれ狙ってんじゃないかなと思うんだよね、うん、もう、ま、丸パクリやもん、なぜなぜの。なぜなぜよ、なんでっていうだけなんですけど、あと手もこうやってんだよね。そう、なんでって、いいね。梅雨のなんで。あ、梅雨のなんでちょ。梅雨の時期に今日は大丈夫だろうと思って洗濯物外に干した時に限って雨降るのなんて。弱え、弱っ。雨予報じゃなかったよ。あ、最後せんちゃんさんみたいなのもあるやん。なんかこれだからクイズですよ。例えばウォーキングのなんでやったら、ウォーキングのなんで、なんとかなんとかなんとかなの、なんでっていう。なんでの前の部分を当てる。そう。もう一回でいい。もう一回。ウォーキング。ウォーキングじゃ聞こうか。ウォーキングむずいな。むずいじゃん。予想できんもんな、今。うん、ウォーキング。行く前は嫌だなって思うけど、だんだん歩いていくうちに、どんどん楽しくなってくの、なんで。なんか、フォローなかった。フォローないパターンもあんねんな。なんでで終わるパターン、うんうんうん、これ当てれたらすごい。これむずいかもな。意外となんでの幅広いね。広い。信号機のなんで行く？どう？信号機はむずいな。いや、どうする？一回やってみようぜ。一回やる？信号機の。信号機のなんで。信号機。あ、青だなと思って渡れる渡れると思ったら、僕の直前で点滅し出すのなんで、小走りになっちゃうよ。なるほどね。じゃあ俺シンプルでいこうかな、うん、明らかに緑なのに青って呼ぶのなんで。うわうわそれじゃんお前いきなりクリアじゃん。クリアかも。信号機青、赤、黄色の3色なの、なんで。ちょっといろんな色試してみたら。最後やばい、最後やばい。黄色の3色なの、なんで。最後聞いて。もっといろんな色試してみたら。あー、やばいかも。あ、やっぱりね。あ、すごいわ。ああ、もっとそもそも論だ。ああ、全然ダメだ俺。そもそものそもそもだ。ボーリング、これ当てれそうだな。ボーリング、本当はガターなのにみんなガータっていうの、なんで。
俺じゃあもうちょっと攻めようかな、うん、こんなんじゃないボーリングストライク出した後に限ってガーター取っちゃうのなんでボーリングの靴全部マジックテープなのなんで紐のとこ見たことないよボーリング場行くと瓶のコーラ飲みたくなっちゃうのなんでみんながストライク取ったらハイタッチしたのに俺の時だけハイタッチしてくれないのなんであ自虐系ね自虐系もあるのかな結構出したぞボーリングあと一個いい大勢で行くと自分の球分からなくなっちゃうのなんでいや大勢で行ってるからだろうっていう爪の甘いあるあるあるボーリングガーターっていう人とガーターっていう人がいるのおお正解俺はガーター派だよまあまあまあちょっと違うけどまあああ正解だ当てるな一発目で当ててた当ててた嬉しいカブトムシカブトムシ飛ぶと気持ち悪いのなんでクワガタよりなんかかっこいいって思うのなんでカブトムシ捕まえたら喜ぶのにクワガタ捕まえたら全然喜ばない人いるのなんでああ惜しいクワガタもいいやニュアンス合ってたねいやいやクワガタ確かにニュアンスありしたね共感できんけどなクワガタに何やったらクワガタの方が人気ありますよね確かに共感できない今の飲んだ帰り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 もうドシンプルは飲み会で散々食べたのに帰りにラーメン食べたくなるのなんでおかげでこんなに太っちゃったよなるほどお前はすごいね考えれる、うん、千葉の立場になって財布なくしちゃうのなんでいや俺思ったスマホなくしちゃうのなんでOK 飲み屋でたらふく食べたのに結局買いのコンビニでもいっぱい買っちゃってるのなんで次の日の朝びっくりするよ。あ、でもだいぶ来てるな。惜しいね。だいぶ来てる。パンのなんで？パンのなんで？パン？パン？広。パン広いぞ。なんとかパンじゃなくてパン。朝ごはん昼ごはんでは食べること多いけど夜であんまり食べないのなんで？なるほどね。食パン。賞味期限短いのなんでじゃない食パンじゃなくてもいいか、うん、賞味期限あ賞味期限短いのなんで凍らせればいけるよフランスにはフランスパンっていう国の名前がついているパンがあるのに日本には日本パンっていう国の名前がついてるパンがないのなんでアンパンがそうなの腹立つ腹立つなあ、奥屋さんに出してもらおうかあー、おもろ俺も正解が分かってないんだよ確かにね手羽先のなんで綺麗に食べた時みんなに見せたくなるのなんで？ああ、正しい食べ方知ってるけど結局かぶりついちゃうのなんで？これ自信でな。手羽先骨まで食べてる人になんで骨まで食べるのって聞いたらカルシウム取ってるって答える人いるのなんで？もっと他に取る方法あるよ。いやいや見たことないから。そんな人いねえから。いや見たことないんで。そんな人。いやそんな人いないんで。もっと取る方法あるよじゃないねん。あるよそら。おらんもんそんなことするやつ。何にも分かってないやんあるあるを。
あるあるじゃないんかな。なんでなぜなぜはこんなわけないよな。うん、多分ね。キングオブコントのなんでが、これほとんどは10いくつなんだけど、ほう27いいねが。いや、大したことねえな。後ろに映ってる女の人、とても綺麗なの。なんで？審査員より目に目、審査員より目がいっちゃうよ。それはいいね。今更そんなの SNS 上げるやつおらんけどな、芸人。ちなみにそれ今年？今年。今年か。キングオブコントの当日だ。当日に上げてるわ、ちゃんと。じゃあ観覧とかじゃないかも。毎年毎年歴代最高得点出るのなんで M1、R1 はワンつくのにキングオブコントだけ違うのなんで。なるほどな。ほうほうほう。キングオブコントめちゃくちゃ面白かったのに SNS でつまらなかったって言ってる人いるのなんで。今まで何を見てきたの？おお、一番ダメ。一番ダメ。それが何をお前ちょっと物申してんねん。熱なっとんか。熱くなったね。あいつなりに。ああ、やっぱ熱なるにしてもそのなんでおじさんで熱なんなよ。今まで何を見てきたの、ゾクッとしたね。ゾクッとした。何やそれ。嫌なの今の。金玉のなんで。これは当てれそうだな。金玉ね。大きさ違うやついるのになんでか。これじゃないですか。気温によって倍ぐらいになるのなんで。チンチンは一つしかないのに金玉は二つあるのなんで。うわー、それすごいな。あ、一本余っちゃうよ。ぶつかるとめちゃくちゃ痛いのなんで。なるほどなるほど。たまに体の部位の中で金玉が一番熱くなってる時あるのなんで。僕だけなの？お前だけちゃう。金玉で一番体温低いんじゃなかったでしたっけ。熱を逃がすんですよね。たまに金玉が体の部位で一番熱いの、あいつ。それ大丈夫か、それ。面白いな。お酒飲みながらずっとできるやん。できるな。ラビット無理か、これ。ラビットいけるかな。くだらない日とかやったらいけるんじゃない。テーマ。運動会のなんで。うわ、運動会は広いね。ちょっと広いわ。気合い入れて靴脱いで裸足で走るやついるのなんで。絶対に誰かのお父さんがリレーで転んじゃうのなんで。最近の子供一等賞決めないのなんで。うわ、腹立つ。腹立つ、マジ腹立つ。ありそうじゃん。いや、それはないと思うよ。ありそうじゃん。昔運動会のあるなしを朝校庭で空砲を鳴らして知らせてたの。なんで。これめっちゃええやん。遠くの家の人聞こえるの。これめっちゃええやん。 あったわ、このあるある。 あったあった。なんかあった。昔空砲って来るとはな。めちゃくちゃいいわ。なんか俺なんか軽花火みたいなあった気するんやん。確かにあったかも。これいいじゃん、めっちゃいいじゃん。これめちゃくちゃいい。次も良かったよね。おいの一言、うん、遠くの家の人聞こえるの。確かに、うん、いいめちゃくちゃいい。いいじゃない。冬に薄着してる人と何で。いや、それが何でよ。それやん。それ以上あんの。いや、それが何でじゃないの。もう答えじゃないの、それ。え、それ一回見してください。一回見ようか。うん。そっからなんかできんの。冬に薄着してる人に、え、寒くないのって聞いたら、俺東北出身なんで寒くないんですって言う人いるの。なんで。東北出身でも寒いのは寒いよ。
これ毎日あげてるのなんでマジでこれを毎日あげてるのなんで、いやいや、それもバズることを信じて。じゃもう一個いきましょう。あおもろ。食べ放題のなんで。あお肉とか高そうなもんいっぱい食べようと思うのに結局ついついカレー食べちゃうのなんで、男性より女性の方が安いのなんで、ギャル曽根さんとか大食いの女性いっぱいいるよ。全部ちょっとずつ食べたいけど結局好きなもんばっかり食べちゃうのなんで、食べ放題最初はめちゃくちゃテンション上がって食べるのに最後の方を食べ過ぎて食べ放題にしたのめちゃくちゃ後悔するのなんで、何事も適度がいいよ。ダメ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 よ。何言ってそれはダメよ。だから成立しないじゃない。何でもだからだからなんでになってないじゃない。だからえ、目腹立つ。空砲の時まぐれやんじゃんお前。いやそこついてきたかくれやん。わかるわかる。でもそこついてきたかが欲しいのよ。なんやねん食べ放題最初テンション上がるのに後で後悔するって。誰も言わんてそんなこと。逆に。ああ面白い。毎回それ言ってじゃん逆に。なんでたまに空砲とかさ、毎日あげてるからね。あ変なキングオブコントとかちょっと切る系のやつあったりさ。毛がくさくさな犬のなんで。毛がくさくさな犬飼ってる飼い主お金持ちそうな人ばっかりなのなんで。これ当たったんじゃん。これいったね。これしかねえよ。毛がふさふさな犬大概洋服着てるのなんで。ああもう今両脇押さえたね、うん、これはもう大丈夫でしょう。これはいったでしょう。毛がふさふさな犬水に濡れたらめちゃくちゃ怖くなるのなんで。でも乾いたらまた可愛いよ。終わりましょう。あおもろ。絶対再生回数いかへん。おもろいだけ。くそ。これなんでバズらへんねんこの動画。あバズらないだろうなこれは。千葉ありがとうね。いやあということでありがとうございました。勝手にやれてもらいました。ありがとうございました。